さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の第7課15番目のビデオ、文法の3番です。教科書はこちら、大河でやぷんゆだじゃだるゆ、みんなの日本語の中級の2番です。これのね、20ページです。ちなみにこの教科書は台湾バージョンですから、日本に住んでいる人は日本バージョンとかね、アメリカの人はアメリカバージョンとか、いろんなバージョンがあるので、本の見た目は違うと思うんですけど、同じ本です。ではね、これは、こちら 20ページ、すいません、20ページの、ここですね、3番のかなをやっていきます。ここと、それからここだけですね。少ないので先に教科書を読んでしまいます。一緒にシャドーイングしてください。かな、お父さんの誕生日のプレゼントは何がいいかな？ピンクのセーターはどうかな？お祭りに行こうかな？どうしようかな？練習、レイ、リーさんの送別会だけど、いつがいいかな？来週の土曜日はどうかな？リーさんの送別会だけど、場所はどこがいいかな？駅前の中華レストランはどうかな？リーさんの送別会だけど、プレゼントは何がいいかな？みんなの写真を貼ったアルバムはどうかな？はい、このかななんですけど、すいません、いつも言ってるんですけど、今コロナでポジティブでこんな感じで、うちで隔離しています。でそれでちょっとだけ調子が悪いので、なんか今みたいだとなんかこうちょっと咳払いというんですけど、でね、咳払いしたりとか、ちょっと鼻声だったりするの、ごめんなさい。ではやっていきましょう。このかななんですけど、修助詞です。いろんなリングイスティックってね、言語学でいろいろな考え方があるんですけど、まあかなでもワンセットで修助詞だと思ってください。このかというのも一つの助詞です。形助詞っていうんですけど、まあ助詞で、なというのが修助詞で、一緒にして修助詞にしています。で、かなというのは英語の I wonder の感じです。I wonder とか、あと、広東語だと、ディミヨン、ディミヨン、ドン、チーみたいな感じですかね。こう、I wonder、ですね。で、いろいろな使い方があって、とにかくいろいろな意味があるんですけど、全体的に全部ですね、オーバーオールね、全部ね、カジュアルです。not so formal ね。ですから、例えば上司と話してる時とかにかなって急に使わないようにしてください。そうですね。なんか多分上司と使ってる話している時に I wonder という時には何々でしょうかだね、何々でしょうかと言った方がいいと思います。で意味はね、確認とか心配の意味を含めた疑問です。の確認やこれね、心配の意味を入れた疑問です。なんだ、I wonder の感じね。でもその wonder の内容がいいのかな、いいですかとか、それから大丈夫かなとちょっと心配してる感じが入っています。でそれから独り言というのかな、like talking to himself だよね。何ですかこれ？中国語よくわからない。ズチウェンティですか、自分で自分に質問する感じです。なんかね、独り言ね。独り言。こう、asking question of himself だから、ね、例えば、I wonder、例えばね、このペンね、I don't know how much it is、例えばね、このペンいくらですかって言って、いくらかな、わからない。いくらかなって感じですね。はい、それから、願望の時も使います。でも願望の時は、特別なパターンがあって内形使います。必ず前内形です。で何々ないかな、何々ないかなと言ってね、例えばね、天気明日晴れたら嬉しいんですね。で私は I hope it clears up、 明日晴れないかなです。晴れるかなじゃなくて晴れないかな、晴れるかなだとただの疑問になります。でも希望、願望とか希望の時には明日晴れないかなになります。ここちょっと気をつけてね。ではこれ例えば、
ケーキが美味しくできるかな、ケーキが美味しくできるかな、私は今ケーキを焼いていますね、ケーキを焼いています。で、私はちょっとね心配してました。ケーキでオーブン見ながらね、ケーキが美味しくできますか、大丈夫かなってね、美味しくできるかなって。ケーキね、なかなかね、すごく美味しいケーキというのは難しいですよ ね。ではね、次行きましょう。このね、全部修助士だから全部一番後ろにありますこれ、ね、かなかなかな。では読んでみます。君一人で大丈夫かなこれ多分先生が生徒について話してたり、あと会社の上司、会社のすいません会社の上司がの自分の部下のね、アシスタントについて考えてる時に、うん、Are you okay by yourself? ちょっと心配していますね。なんか I wonder if you are okay by yourself。君一人で大丈夫かな、ちょっと心配だなという感じです。次ですね。これね、あれはどこに置いたかな。これは独り言ですね。I'm asking to myself. Asking this question on myself. 例えば私が何だろう、例えば鍵とかカードキーとか、ね、あれ鍵は、あれ Where did I put the key? あれ鍵はどこに置いたかな。そうですね。あとなんか他にも、多分何だろう。鍵の他によく探すものなんですか、携帯とか、はい、携帯をどこかにしまいましたね、 I put it somewhere ね、あれどこにしまったかな、携帯をどこにしまったかな、ポケットかな、あれ時に使います。次です。これは勉強でもしようかな、これもなんかね独り言ですよね、 talking to myself ね。で、このデモはレイですね。これね、実はね、ずっと昔初級の時に一番最初なんだったかな、多分ね第6課かな、レッスン6かな、第6、いやもっと後ですよね、あ忘れちゃった、何々でもコーヒーでも飲みませんかだったかな、なんかみんなの日本語に出てくるんですけど、相手を思い出した、24課ですね、レッスン24 記憶が戻ってきました、メモリー鍵盤、ちょっとみんな確認して、24課 の会話のページで日本人の女の人、名前なんだっけな、誰だったっけな、ごめん忘れちゃう、ちょっとねコロナでね多分頭がよく働いてないよね、普段もうちょっとすぐ出てくるんだけどね、24課でミラーさんとちょっとおばさんアイだよね、アンティーねが話してて、で彼女がねオーストラリアへ留学に行くんだけど、英語が上手にならないから、それミラーさんに先生になっていただけませんかって、でこの時にこの女の人がね、コーヒーでも飲みながら英語で話していただけませんかって言ってるね。でこのデモというのは、例えばコーヒー、例えば勉強の感じです。勉強でもしようかな、これ勉強か何か、 like something like 勉強、多分本を読んでもいいし、新聞を読んでもいいし、多分ビデオ、なちょっとエデュケーションなの、多分ちょっとなんか勉強になるビデオを見てもいいから、なんか何か勉強、何か something like 勉強、勉強でもなどの意味です、などね、エッセトラね、とかでもいいです、勉強とか、ね、しようかな、うんね、それから次ですね、部長は今日お休みかな、でこれは部長、会社で部長がデスクにいません、それで私は I just wonder、自分で考えてる感じでね、 I just wonder、ね、Is he absent today? 部長は今日休みかな、お休みかな です、ね、でこのかななんですけど、なのあはあってもなくてもいいですが、ない方がもうちょっとだけフォーマルです、スライトリーもカジュアルですよ、もともとカジュアルですが、スライトリーアリトビーもプロパーね、でもかなーなるともっとカジュアルな感じになります。次ですね、誰か代わりに言ってくれないかな、あ来ましたね、これないかな、願望です、ウィッシュの方ね、 I wish、 I wonder ね、Oh, I really want someone ね、do it instead of me、 代わりには instead of me ね、 replacement ね、例えば、うん、
そうですね、会社の飲み会とか会社の飲み会に行きたくないです。でも私は今日行かなければなりません。誰か Somebody else ね、 Can you help me? Can you go for me? 誰か代わりに行ってくれないかなとか、あと他にも、うん、何でしょうね、例えば病院に行かなければなりません。私は病院行きたくないです。 Oh, I want someone to go for me. 誰かね、代わりに行ってくれないかなって病院だから自分で行かなければなりませんけどね。はい、じゃあね、今日はね、ここまでにします。でね、次はですね、4番のね、なんかですね、なんかをやっていきます。なんかもカジュアルです。じゃあね、ここまで見てくれてありがとうございます。今日ちょっと短いけどね、ここまでにしますね。で、明日はこのなんかをやると。で、それから、あ、そうです、お願いあります。ここまで見てくれたから、よかったらライクしておいてください。で、それからですね、サブスクライブもしてくれるとすごく嬉しいです。で、毎日ね、1本ビデオアップロードしているので、よかったら一緒に勉強しませんか。はい、ではね、明日はなんかですね、うん、はい、ここまでにします。どうもありがとう、見てくれて。みんなもコロナにかからないように気をつけてね。じゃあね、バイバイ。